ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。ということで本日はですね、なんかさらっとさらっと流されたな。だってこれ拾えないよ、私には。さらっと流されたな、私には拾えないです。それでは今日の質問です。堀江さんは基本民営化に賛成かと思うのですが、民営化について疑問があるので質問させてください。鉄道とか高速道路とか民営化されていますが、鉄道や高速道路は民営化されても競争相手がいるわけではないので、サービスの質が上がるというロジックがよくわかりません。なぜそれらは民営化することでサービスの質が上がるのでしょうか、という質問です。はい、今日も答えていきたいと思います、質問に。はい、ということで本日のゲストはですね、ステーキ兼オーナーであり、ここ焼き鳥屋さん滝口のオーナーでもあります、井戸みのるさんです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、井戸ちゃんです。イエーイ、よろしくお願いします。ということで、はい、滝口3回目ですけど、はい、雰囲気がいいよね。ありがとうございます。これ誰が内装考えたの？これ、まあ、一応コンセプトは僕がちょっといやらしい焼き鳥屋っぽくない焼き鳥屋を作りたいという感じで作ったんですけど、うん、俺 ね、そう、このカウンターがお寿司屋さんみたいな。そうなんですよ、もう焼き鳥失敗したら寿司屋に帰れるようにしといたんですけど。あ、頭いいね、はい、でもさ、そういうことなんですか？寿司一緒に握れば。寿司、そうですね。だってもともと寿司の板前だからね、この人。そうなんですよ。え、もともと。そうなんですか、はい、そうなんですよ。自ら握られてたんですか？自ら握ってました、うん、そうなんです。ホリエモンチャンネルということで、はい、質問に答えていきたいと思いますが、私はこう答えました。国営だと駅とか、SAPA の、飲食店などの選定に地元の代議士が絡んでダメな業者がやってたりとかしますけど、まずそういうのがなくなりますね、うん。経営陣は株主や自分たちの報酬のために利益を上げたいと思うので、イケてる業者を選定しますよね。また利用者が増えてほしいのでトイレとかきれいにします。そういうことですよ。で、競合がいないとのことですが、それは誤解でしょう。高速道路は高速バスが鉄道や飛行機、一般道は一般車とも、競合します。鉄道も飛行機や高速道路、そして他の施設と競合しています、というふうに答えました。まあ多分ぶっちゃけ寺田さんは国鉄とかわかんないですね。国鉄の時代はわからないですね。俺もう JR になってましたね。国鉄知ってる？国鉄ギリギリ、はい、もちろん。国鉄のトイレとかマジ罰ゲームだよ。本当ですよね。俺どうやったらトイレをこんなに汚くできるのかっていう、民営化されてめちゃくちゃ綺麗になったね、うんうん、なんでなんだろうな、うん。ね、サービスエリアとかパーキングエリアも、うん、道路公団の時から比べると、うん、もう今すごいよね。フードコートとかできて、なんか地元、まあ昔はね、せいぜいパーキングエリアの外に、うん、なんか変な屋台が何個かあるぐらいだったじゃないですか、うん、だけど、ね、最近なんかもうあれが目当てで高速乗るみたいな人たちも増えてくるぐらい、うん、だからあれやっぱ地元の代議士が、うん、その陳情じゃないけど、うん、その手心を加えてるんですよ、うん、そういうのが整えられるから民営化をしていた方がいいと。だってほらやっぱ中国とかでも、うん、中国とかロシアとかね、はい、ひどかったからね、昔の空港は。 今でもひどいんだけど、結構先週行きました、ロシア、うん、ひどかった。ウラジオストック行ったでしょ、はい、何もなかったです、うんうん、ということでね、はい、この店の告知をお願いします。焼き鳥滝口泉岳寺の駅前にございましてですね、コース料理1本4800円というカリフォルニアワインを揃えてます。ぜひいやらしい店になってますので、ご利用お待ちしてます。デートとかで来てほしい感じですか？デートですね、やっぱりデートデートでも接待でも使えますから、うん、ぜひお願いします。はい、本日もお料理をお出しいただけるとのことなので、またうまそうなのが来たぞ。はい、いただきます。うまっ。早く予約した方がよくない？いや、いいね。鶏肉の嫌な硬さも全然なくて、いやでも本当にね、美味しい焼き鳥なので、ぜひ皆様、はい、滝口にあります、はい、滝口さん、ぜひご予約してみてください。ということで、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。
メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。Thank you.